今回のベイはこちら、ウィザードロッド 517DB。 綺麗な回転を見せるこのベイは音も静か。いつまでも回り続けそうなぐらい美しい回転をしています。が、これは地味すぎて完全に動画泣かせのベイですね。どうも、アルディチャンネルのアルディです。改めて今回のベイはこちら、ウィザードロッド 517DB。 持久力に全振りしたスタミナタイプのベイ。外重心に設計されたブレードとビットで強力な遠心力を生むとのこと。このブレードの外重心と宇宙ステーションのような形で発生させた遠心力を効率よく床へ伝えるビット、それがこの美しい回転を生んでいるようです。ベイの動きをドランバスターと比べてみると、その違いは一目瞭然。ドランバスターはスタジアム中央付近を旋回していますが、ウィザードロッドはセンターにドンと構え、美しい回転を見せています。ミニ四駆をやっている私はこの美しい回転運動に惹かれてしまいます。さて、本来であればアタックタイプに弱いとされるスタミナタイプのウィザードロッドですが、アタックタイプのドランバスターに連戦連勝。エクストリームダッシュをいなすとそのまま持久戦に持ち込み、細かい攻撃を的確に当て、ドランバスターのスタミナを削り、そのまま勝利します。ちなみにベイブレードのスタミナとは、回転し続けようとする力のことを指しています。多分センターに構えたウィザードロッド、スタミナが切れてきたドランバスターの当たりをいなし、そのまま勝利。全く派手さはなく、盛り上がりに欠けるバトルですが、確実に勝ちを拾っていきます。さらに序盤の強力なアタックを高い遠心力で防ぎきり、持久戦に持ち込むと、そのまま勝利。ウィザードロッドには鉄板の勝利の方程式があるようです。そして相手の攻撃が強いほど強力なカウンターを発動。一
一撃で相手を倒す高い火力も持っているようです。強い。ウィザードロットは私のような初心者でもその強さを十分実感できる初心者に優しいベイでした。今回紹介したウィザードロットは美しい回転でセンターにとどまることが多いため、相手のエクストリームダッシュを受けることが多いですが、その高い遠心力で攻撃を防ぐことができるレイでした。でもウィザードロットでセンターを外す動きができればさらに強い感じになるのでは。なるほど、こうやってベイのカスタムが始まっていくんですね。ベイのカスタム、これは絶対に楽しいやつですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をしていただくととても励みになります。これからもアルディチャンネルをよろしくお願いします。